ビル同士でこう会話をして、はい、演劇をするっていうのをやって、役者の方が、そうなんです、はい、でもうビルになりきって、何を思うか、柴さん、
で作家の方が書いて、演劇の俳優さんが出て、コピル同士が会話をしゃべるっていうのを5人の5つのビルで、場所でやって、それがその建物の外にシリーズ化をしていって、2年前に、大体クイーンなんで、はい、クイーンに、ドラッグクイーンの顔が出て、はい、でロックバンドのクイーンの We Are the Champion を歌うっていうイベントをやったんです、はい、でその時はクイーンがこう歌を歌うのに合わせて、市民の合唱団の方が前で、クイーンと一緒に歌うっていう、トーは歌うっていう、まあ、トーと歌うっていうのをやって、イルミネーションってだんだん、エンターテインメントの方向に行かれてるんですね。そうですね。はい。まあ、このスマートエンジン自身がその、まあ、街を、まあ、省エネルギーという側面と、はい、もう一つパブリックなスペース、街をどれだけこう分割に使っていけるかとか、存んでいけるか、夜景を、まあ、イルミネーションでこう綺麗なものを見せてもらうだけじゃなくて、まあ、野球をみんなで作りましょう、はい、そういうパブリックなスペースの遊び方のためにちょっと提案できるといいなっていうところがあったので、それがついに大浜のハーバーっていうかなりフォトスポットで世界最大の大浜看板になるっていう感じで、なんかその街の人の顔がこう街に発見されていくみたいな、その瞬間はその街に自分の顔がこう出て、その夜景を街を出してくるみたいな感じが面白いなと思って、多分すごい建物の中に自分の顔がポンって出てるって、まあ、テストの出てるけど、はい、すごいありますよね、何が起こってるんだろうってやりたいのかね、あ、うん、でそしてここで写真を撮ると両方が映る、うん、そうなんです、あ、そうです、本当に面白いですね、いかにこのアイデアが出てきたかっていうと、そうじゃなくて多分建物の芝居があって、クイーンと歌うっていうそのライブ性とプロジェクションマッピングっていうのがあって、それがあって、で、まあ、顔をはめざわなくて、顔が出てるっていうのを見れると、すごい多分、なんか、私がなんか、そのところの街に出ちゃっていいのみたいな感じがあって、で、今年はですね、その、まあ、上海とつないで、上海にこの顔はめ看板があって、上海の方が、ここに顔を出すと、横浜に届く、本とか持って、そのライブで今もこう出なくていう感じなんですけど、ここで出ないと、逆も、そうやってみたい。日本で顔を出すと、どっか遠くの、例えば、あの、凱旋門に出るとか、そういうなんかこう、総合的なことができると、すごい面白いなと思って。ああ、そうですね。交流するんだ。うん。頑張りもなくて、うん、顔を出せば。そう、顔を出せば。で、こう、インターを見ると、全然なんか、こう、リンクとかに出ても面白いですよね。面白いですね。なんか、リンクするんじゃないですか。その距離とか、メディアを使って、知らなずに、そういうふうに、横浜で、おうちとおうちが、
世界中につながるんですよね。そもそものこうなんか。いや、大丈夫です。なんか、一旦、こういうことになったところが、まあ、そうなって、ね、上海の人が楽しいだろうな。上海の人が楽しいだろうな。ね、夜です。いいのかっていう。わかりました。今の表面難しいというか、顔がなくなる。そうですね、顔きれいに。最初下からだけのあれだと結構、あおりで、怖いので、通り通り。Thank you.
素敵でしたよ。あ、ありがとうございます。うん、なんかみんなにこう可愛いって言われてます。すごく嬉しかったです。はい、正面では打てないので、そのまま打つ。